安田女子大学理工学部情報科学科のご紹介をします。4番目は学科の学びとしてヒューマンインターフェース分野をご紹介します。オーダーメイドカリキュラムが組めることはご紹介しましたが、その中でヒューマンインターフェース分野は4、ヒューマンインターフェース5、ゲーム開発の2つの領域からできています。 これはお互い表現力を伸ばすための分野です。画像、映像を編集したり、仮想空間でアバターを作成したり、メタバースの技術を学んだりすることができます。また、仮想空間と現実の世界を融合する AR 技術を学ぶこともできます。